どうも、タバタブラザーズです。兄よしきです。弟の匠です。よろしくお願いします。お願いします。今日は何でしょうか。今日はですね、はい、皆様から素晴らしいコメントいただきました。はい、素晴らしいコメント、はい、はい、ありがとうございます。本日いただいたコメントが、はい、匠さんの、はい、立命館大学を辞めた理由教えてくださいとのことです。誰が気になるの。これ知ってる人まあまああれやで。レアレアレア。いや俺もお前辞めたん知ってるけど、はい、なんか高校辞めるときは俺お前めちゃくちゃ怒ったよ。そうやな、まあこぼこしばいて、まあ、これは動画でもねそうやってるけど、はい、めっちゃ初期の方に言ったけど、めちゃめちゃいかれましたね。もう血まみれになって警察ブワーってね、もう何十人って来るぐらいの、はい、まあただの兄弟喧嘩して、はい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 、はい、高校辞めようとしたときはそれぐらい怒ったんですけども、はい、大学はねもうノータッチやそらおだってだかなまあまあよしきも辞めてる辞めてますからそれは弟とはいえ、はい、言えませんよ。それは自分がやってませんからね。確かに、まあでもよしきよりは間違いなく長くはおった。あ、そうなん、うん、なんかでも俺のイメージは 1,2 年ぐらいで辞めてたっぽいんや。あーまあまあイメージ通りですね。まずなんやけど、はい、みんな思ってるのは、まあ、ライトな感じの視聴者さんやから、はい、いつも俺がいろんな匂わせやってるやん。まあまあ多いっすね。めちゃくちゃ縛かれたんちゃうかとか、はい、ボコボコにされた、いじめられたんちゃいますかとか。俺も騙されてんもん。なんかそうやろなんかそういうのでやってるから、多分みんな、はい、匠がもしかしたらいじめられてやめたんじゃないかって思ってる可能性もあんねん。ああ大学生活でね。そうそうそう。ああなるほどね。だって1年か2年間ぐらいおって辞めてるわけやん。はいはい、まあ俺だって入学前から辞めてるわけやから。はいはいはい。匠さんおった上で辞めてるってことはもしかしたらそういう可能性あったんですか。あ、まあ、何か原因があるよ、ね、どうやったんですか。いじめられてはないっす。いじめられてはないないっす。いじめられてはないっす。じゃあ別にそのしばかれたとか先輩がしんどすぎてっていう原因ではない。ああ違う違う違う。先輩はね恵まれてましたよ。恵まれてた。それこそはい、よしきの大阪桐蔭の1個下2個下の後輩の福森さん。はい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 、はい、福森さんに同部屋やって。同部屋、うん、2個離れてんのかな俺の2個上で。なるほどなるほど。可愛がっていただいて。マジか。はい。先輩とかだから全然そう全然全然仲良くさせてもらってた方やから。じゃああれですわ、俺思いついたけど練習についていけなかったんじゃないか、はい、いや練習はバリラックス言っとくけどバリラック。え、そうなん、うん、え、なんか俺ほんまに今の今まで、うん、俺タクが辞めた理由練習がきついからやと思ってた。いや違う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 。もうランニングだるいから辞めるわとか。あ、そんなんじゃないよ。え、野球楽すぎて野球は続けれたよ。あ、じゃあ野球の練習にちゃんと行ってたやん。俺はなんか野球の練習行かんとパチンコ行ってとかボート行って、はいはいはい、だんだんもう学校も行かんくなったみたいな。いや違います違います。パターンかなと思ったんやけど野球はほんまに。野球はじゃあちゃんと行ってた。神様ぐらい楽やった。アジアのイメージあるやろけど大学。はい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 。全然楽楽やった。バッティングしてノックしてちょっとラン10本して終わりみたいな。そんぐらいの。じゃあやめる理由なくね。あるやろ最大の難点が。ないやろ体動かす以外で。体動かす以外あるやろ大阪改正から。はいはいはい。まあ大阪改正入る過程としては、まあ、野球匠さん、はい、ね中学校1回も行ってませんからね。まあまあまあ、はいはいはい、ほぼ入学してからそうっすね行ってませんからね。だから小6の頭のレベルってことですよね。まあ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 そうっすね。そう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 。そのまま、まあ、関西でかなり賢い立命館大学に小6の頭で入ってしまった。まあ入ってしまって。はいはい。もう想像通りですよちなみになんか何々かみたいなのあるやん。はい。あれどこやった。ちょ俺えぐいねそれが。あ、なんか野球部ってその産業社会っていうとこやってスポーツ専攻みたいな。ああ、じゃあまあちょっと優遇されてるんや勉強面は。かな。まあ野球部が多いみたいな。はいはいはい。もうなんか俺だけその産業社会やねんけど子供社会専攻みたいな。スポーツ専攻じゃなくて、はいはいはい、俺一般の人しかおらなくて野球部誰一人おらなくて。そうなん。先輩らもその専攻におらんかった。お前だけ。はい。なんでなん。でも多分事前調査で、うん、なんか何に興味ありますかみたいなのあったんや、うん、スポーツ子供みたいな。俺子供好きやからさとりあえず子供に丸しとこうかみたいな
お前じゃあスポーツと子供の二択で子供選んでそのまま行ってもらう。そう、多分なんかあったんやね、もうそういう感じのやつが。何してんの、もうそこの時点で小6やもんな。子供に書いてしまうっていう。俺はスポーツで大学に入ったっていうなんかそのあるやん、そのさ、まあまあそうやな、建前みたいな、あるな、無視してもう自分の感情でもう行っても子供好きやからな、まあ行っちゃったな。ほんならもうえらい目見て、はいはいはい、勉強ついていかれへん。そうだから、ついていかれへんくでも別に、まあ、野球もまあ別に楽しいし、うん、続けれたんじゃないの。そうやね、大学も楽しかったもん、うん、一般の子らも仲良かって、はいはいはい、他の子らも、うん、楽しかってんけど、まあ、なんせ単位ゼロ、もう結論言うよ、もう単位ゼロ。単位ゼロということは、はい、じゃあ俺が大学の知識あんま知らんけど、はい、単位って何個か決められててこれだけ取りなさいよみたいな。そう、1個授業出たら2個ぐらいもらえる、うん、確かに、はいはい、それを前期40個ぐらい取らなあかんな、はい、前期後期で全部で80かな、うん、で自分で決めて取らなあかんねんけど、うん、何もだゼロ。じゃあお前学校行ってないんちゃう。じゃあ学校行っててん、行っててんけど、うん、学校の近くに喫茶瞳っていう喫茶店があって、はいはいはい、野球部のたまり場で、うん、上級生たち、うん、そこにフラッと混ざって、うん、まあ、4回生とかさ、もう授業終わってると思うの、単位終わってみたいな、卒業確定してるよみたいな、うんうんうん、その人たちと、まあ、一緒に喫茶店で漫画読んだり、あ、そうなんや、喋ったりしてたら、まあもうそれに慣れてしまい、授業に行かないようになり気ぃついた。単位ゼロです。え、じゃあギャンブルに溺れたんじゃなくて喫茶店に溺れた。そう、喫茶店に溺れたな。やばいや、お前あそこ一生行ってたもん。あ、そう、今日やったな。勉強がついていけなくて留年確定したから、そう、もうやめよう、やめよう、学校費も高いしな、このまま行ってもどうせ卒業できひんからっていう。そうそうそう。え、やめた時期はいつなの。1年後ぐらい。あ、時期あんま覚えてないねんけど、まあ、1年おったんや。1年ぐらいはおった。じゃあ1年おって野球の実力的に通用した。いや、通用はしてないけど、でも1年で初めて試合出た俺。キャッチャーで代打。代打で代打ファーボール。1年で初めて試合出たってことは、まあ、今後の活躍は期待されてたからワンチャンな。野球のレベル的にはついていけたけど、勉強でも、うん、終わった。もう終わった。まあ、立命館大学でね、うん、すごいとこやから、みんな目指してると思うな。うん、確かに確かに。じゃあ、お前からやっぱ、単位ついていかれへんかったことについて、うん、目指してるみんなに言ってあげてよ。何を単位の勉強しとけよ、とかさ。あ、勉強はしといた方がいいけど、授業行った方がいい。授業出たら、単位くれるんだ。なんで行かんの。だから俺、学校は行くねんけど、喫茶店におんの。この学校ここで喫茶店ここない、道路挟んで、はいはい、こう行ったら学校やねんけど、うん、ずっとここないでも立命館大学めっちゃいい。あ、そう、可愛い子ばっかりおる。可愛い子しかない。マジで。めちゃめちゃおるで。へ、お嬢さんみたいな人とか。でもなんかいいとこの学校って感じやもんな。子供社会専攻俺がおったとこはめっちゃ可愛かった。あ、そう、うん、多分みんなも全然ちゃうと思ってるで。やらかしたとかいじめられたとかじゃない、まあ、大学辞めるってなった時に、その高校の監督さんに言いに行ったんや。ああ、俺も辞めます、ね、そう、辞めますって言ったら、ほんならバリカン買ってこいって言われて、バリカン買いに行って、そのまま油でゴリン、その日に大学学校の中ゴリンで歩いて、うん、先生に謝りに行って、野球の監督に土下座しに行って、大学校内を一般人ばっかりの何百人で、そこを五輪で歩く勇気は褒めてほしい。お前の顔面で五輪やな、うん、めっちゃ見られたやろ。赤ジャージやし。え、それはもうやめてもいいから、積算的にはけじめだけつけときなさいとか。いや違う、戻されるように。あ、戻されるようにってこと。そうそうそう。やったけど、お前はもう卒業できる気しないから、うん、やっちゃってる。後輩たちには申し訳ないけど。なるほどなるほど。これはまあでもまあ勉強は無理よ。あ、全然俺が思ってたの違ったわ。あ、そう、うん、確かに理由言ってないもんな。全然知らなかったな。うん、親父とかにも言ってないと思う。
嘘やん、うん、そうか、じゃあ関さんにもまあ怒られたんや、怒られた、その説はどうもすいませんでした期待されてたわけだからね、まあ、まあ、少ない批判でしたけども大学生活楽しんだ、楽しかった、濃かったよ。じゃあ立命館大学は別にその恨みもないところね、ないないない、なるほどなるほど、大好き、まあ、みんなそのお前が辞めた理由気になってたし、まあ、俺も知らんかったから、まあ、今日聞けと、はい、よかったです、ああ、です、まあ、またね大学関連でまだ多分話せる内容あるけど、はい、また連絡しましょう、またねコメントとかもらったらね、はい、撮影したいと思います、よろしくお願いします、はい、それでは皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、よろしくお願いします。